実はモニターやってる。マイクオッケーですか。はい。こんばんは。7月11日月曜日、午後7時になりました。長野市松代町の町歩きセンターから、松代テレビ局が毎週月曜日午後7時からお送りしますしゃべくり松代。本日は第37回です。七のつく会話ということで、お約束の名カメラマンひろし君が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は新聞休刊日のために、生放送の証を新聞記事でご紹介しようと思ったんですが、残念ながらできません。テレビを見ておりましたら、やはり今日は3月の11日の震災から4ヶ月ということで、各テレビ、どこの局も震災のに関係するような放映をしておりました。まだ行方不明者が先週末の、数で5214名ですかね、ということで、まだたくさんの方が行方不明になっておりますけれども、一日も早く、見つかるといいなということで、亡くなられた方のご冥福を祈るとともに、早く皆さんが安心して生活できるようなことが戻ってくるようなことをお祈りしたいと思います。それから今日はあれですね、スペースシャトルが最後の飛行ということで、ドッキングに成功というようなニュースがありました。これでディレクターよろしいですかね、生放送の証はね、はい、ということで、はい、はい、よろしくお願いします。それではゲストの方をご紹介いたします。創立30周年、短大創立30周年ですね、いうことで、清泉女学、女学院短期大学コミュニケーション科の学生さん3名さん、お招きいたしました。それとどさんこの、武田先生、今日はカメラ映っておりませんけど、後でまた反して映るかなと思います。よろしくお願いいたします。なぜ、このお三方かと言いますと、2月の21日第17回でご紹介をいたしました、大学が松代においてできることということでご紹介をいたしました。一環の中で4月にすでにスタートをしております。NPO 法人の夢空間松代の町と心を育てる会主催の街歩きコースのお手伝いをしていただくということで、代表コースを3つ作っていただきました。その3つのコースのご説明とね、それから9月18日に本番のイベントが始まるわけですが、そちらに向けまして、意気込みと、あるいは商品って言っていいんですかね、そういったのがコンセプトをお話をいただきたいと思います。お名前と自己紹介を兼ねて、まずそちらの方から、月岡さん。はい、私が担当するコースは、思い出を形にしよう松代焼き丸ごと体験コースです。はい、そのコースを担当しています、月岡由香と申します。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。次は写真、はい、松代で素敵な写真を撮りたいあなたに送るコースを担当しています、西田みなみと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、3人目の方は、おいしい和菓子食べ歩きコースを担当しています、中野美香子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとこれを見ますかね、見ていただきたいんですが、 SJC ニュース清泉女学院、女学院カレッジですか、これ の、 6月号のおチラシですが、ここの中にもすでに町歩きコースがスタートいたしましたというところですね。まあ、ちょっと字が小さいんで、見にくいかと思いますが、外部に向けてもこういったアピールをしながら、これはあれですか、オープンキャンパスの宣伝の一部にもあるんですかね。はい、またオープンキャンパスについては最後の方でご案内をしたいと思います。それでは早速、月岡さん、はい、コースのコンセプトとか狙いとか、どんなところを皆さんにアピールしたいのかというようなことでね、コースを作った時のその内容といいますか、はい、そんなことをちょっとお話しいただけますか。あ、はい、このコースのコンセプトは、
松代焼をより多くの皆さんに知ってもらうことを目的としています。特に若い世代の人々に体験を通して松代焼を知ってもらいたいと思っています。はい、はい。今あの画面の方はですね、先日 の、 あのプレゼンテーションで使いましたビデオの様子が映されていると思いますが、こういったことでまずあの松代焼の体験をするにあたって松代焼の歴史ですとか、どういうものがあって松代焼というものが出来上がったかというようなことを皆さんにまず知っていただきたいというようなことでね、宝物館から見て回るんですね。そうですね、はい。それから途中で白池も寄って、はい、松代焼の器を使ってお茶をいただいて、はい、ちょっと早めのお昼かな。あ、そうですね。ということでね、はい、あの松代桃園さんちょっとあの遠いんで、そこで早めのお昼を食べて、あのそれから体験に入るというようなことですね。はい、ビデオの方ありがとうございました。またそれとあのこの間プレゼンの時にもお話ありましたけれども、帰りにまた同じところをね戻ってきてもいけないんで、はい、できれば八代線に乗って増山口からねまた町の中へ戻ってきたらどうですかというようなご提案もいただきましたよね。あ、はい。またそのようなこともいろいろ含めて、コースの方を検討してみてください。あ、はい、ありがとうございます。あの白池が非常に人気だって言うんですけれども、はい、どんなところが、やはりあの、旧白池のスタッフさんたちが、あのすごく親切にしていただいて、はいはい、あの松代のことを、はい、あのよく知っていて私たちに教えてくださったんで、うん、あのコースを作る上でも、うん、とても貴重な話が聞けて、うん、あのこのお話をあのコースをに参加してくださる皆様にもあのお聞きしてもらいたいと思ってあの旧白池コースに入れてあります、はいはい、そして、はい、私たちのコースの場合はあの松代焼でお茶が飲めるということで、うんうん、あのそれもコース の、 あの入る内容として、うんうん、はい、あります。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ後でまたあのね、どんなところが最後に気を使ってねコース作りをしたらいいかというようなこともお時間があったらまたお聞きします。ありがとうございました。はい、次は、南さん。はい、はい、私たちの、コースのコンセプトとして、美しい松代を写真で残そうというのがコンセプトです。もう写真というのはあのあれムービーじゃなくていわゆるスチール写真、あの、最近と写真を撮ることが好きな方が増えているので、はいはい、その方をメインに美しい松代の建造物を撮ってもらったり、その建造物背景に風景を撮ってもらったりして、うんうんうん、その写真を通して松代のいいところを撮って思い出に残してもらおうというのが目的です。あのこの街歩きコースについてはあのもちろん専門のガイド、あの先ほど申し上げました NPO 法人の、街歩きツアーのガイドさんというのは、まあ、おいでになるわけですね、はい、でその方のについてアドバイスといいますかあのサポートをしながら、前もお願いしたような若い人の目線で見たコンセプトでその街を表現したいということで、はい、ガイドさんと一緒にまあ、若い人に限らないんだよね、はい、あの年配の方もね、はい、含めてその年代に合ったような方々を対象にコース作りをしたというようなことですね。はい、はい、ありがとうございます。食の方はどんな方法で中野さん、はい、松代の美味しいお菓子を食べながら、はい、松代の歴史的な街並みを感じてもらいたいと思ってはい、作ったコースです。そうですね、はい、あの六文銭を使って、はい、六文銭を使って、ね、はい、おやきを、はい、おやきを買ったり、ね、はい、とそば団子を買って食べたり、あとは松代の歴史的な、ま、町並みを
はい、感じてほしいと思ってます、ね、どら焼きもね、はい、どら焼きもあれ美味しいんだよね、はい、美味しいですね、マーガリン入っててね、ちょっとね、珍しいね、はい、ありました、はい、他にはどんなとこ、ここは終わり、はい、終わりですあの今はねコースの中で、ありました、それから森田ゼミの方でそのコースを回ってる時に楽しんでいただこうということで、はい、ドリンクの方も、はい、あの開発をされているというようなことでね、はい、中野さんは直接そのドリンクの方もやられた、一個一緒にやってなくて、うん、他にもう一つカレーを作っていて、はいはいはい、そっちのカレーで、松代の名物の長芋を使ったスープカレーを作っています、長芋がね、はい、松代の特産で、それとえのきもね、あの発祥の地ということで、えのきもあのミキシングして細かにね、はい、入ってます、はい、でここはあの食のチームで、昨年2010の松代家の時にね、はい、松代の名物を作ろうということでえのきと長芋を作った料理ということで、うちはあと松代揚げという名前でね、かき揚げを作りました、私も宣伝を今させていただきましたけれども、はい、あのやはり地元のね特産物を生かして、皆さんに楽しんでいただこうということでね、またあの森田先生の方にもご提案をしてあるんですが、あの基本レシピはねあの出していただきながら各お店で工夫をして、各お店をこう食べ歩いてもらおうかなというようなね工夫もしていきたいなということで、私の方からもご提案をさせていただく予定でおります。そんなことでございます、はい、先ほどねあのお話の中でその写真の話ありましたけど、それはあの皆さん撮った後はどういうふうにされるんですか。撮った後は、その街歩きセンターで、うんうん、その希望者だけ発表したり、あ、じゃあデジカメだからすぐあのカメラに今やってるみたいに、はい、そうです、モニターにね、はい、乗せて、はい、あ、じゃあもう一つのコースの中で、見学が終わったら、はい、最後それで発表会も含めて、はい、それでみんなで楽しんでもらおうと、はい、あ、それもみんな入ってるわけだ、はい、そうです、さすがだね。僕もね高校の時はあの写真部でね3年間やってましたけど、その時はもう現像してね、はい、というからもうその場ではすぐ見れなくてね、はい、あれだったんですけどね、今はもうすぐね見れるようなことができまし、なりましたんでね、はい、はい、あのあれですか、あの門だとか歌舞伎門っていうね、あの真田のところやりますけど、ああいった門屋なんかも撮ったり、はい、白池の門もすごいいいんだってね、はい、うん、あの樋口邸のスタッフもいい人いっぱいいますよ、はい、この間あのお聞きしましたら、あのディズニーランドのね、研修もね、接客の研修も受けたりということで、非常にあの各松代の皆さん、皆さんの見えないところでね、一生懸命勉強されながらね、おもてなしをしようということで、やっております、どうでしょうか、あのこの間、先昨日おとといでしたっけ、ここでプレゼンテーション終わりました、韓国の学生さん留学生を相手に一応模擬のガイドされたんかな、ね、どうでしたか皆さん、あ、言葉の方は大丈夫なんだね、みんな分かるんだよね、はい、ありはせよって言ってご挨拶は韓国語でやって、あとガイドはあの松代のガイドさんも全部日本語で案内してくれたのかな、そうですね、はい、うん、どうでした感じは、はい、皆さんよく分かった、なんかねこれプレゼントやってる時にカーッなってね疲れちゃったみたいで、時差が あのあるほどそんなに遠くじゃないけどね、やっぱり長旅でね疲れたんかな、うん、途中途中こう休憩入れたりなんかしてやったら、うん、そうですか、9月の18日が、一応本番といいますか、イベントの発表の、ね、イベント日ですねということで、最後ね、どうですか一言ずつ、もし何かこれからこういうふうにやっていきたいなというようなことがあったらありますか。そうですね、あのこの先日、うん、あのまあ
試しにやってコースをやってみて、まあやっぱり時間配分が大事だと思いましたので、はい、歩く時間も、うん、よく考えて電車を使うなら電車を使うということで、うんうんうん、またその辺も踏まえて臨機応変に、はい、時間の対応をしていきたいと思いました。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。写真の方はどう？そうですね、うん、やっぱ花の学生と一緒に歩いてみて、うんうん、そのコースの時間はやっぱり自分たちで歩いて、その歩く速さとか、あとその写真を撮る時間とかを配慮し考慮して決めたつもりなんですけど、実際歩いてみてやっぱ時間が足りないなっていう部分が出てきたので、うん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 、もう一回その時間を見直してより良いコース作りをこれからまたしていきたいと思います。ね、はい、また街歩きセンターのね、三田センター長なんかもいろいろアドバイスしながら、地元の人とね、もう一回時間的なことをね、打ち合わせしましょうということでしております。はい、田野さん、はいはい、全体的に楽しんでもらえてよかったと思うんですけど、狭い道が多かったりするので、うん、そうだね、道狭いね、そこを歩くときにちょっと注意して安全に楽しんでもらいたいと思います。はい、わ、ね、はい、かりました。今日はね、美女3人揃いだったもんですから、ちょっと時間がオーバーしてしまいました。申し訳ございません。最後にね、ここにありますオープンキャンパスというのが清泉女学院短期大学、次回は7月の24日11時からあります。高校生の皆さん、ぜひね、清泉の学校へ、オープンキャンパスにおいでになってください。お待ちしております。今日は土産子の先生出番なかったですね。完璧出さなくても大丈夫だったですか？はい、完璧、OK。 じゃあこれでまた本番も頑張りましょう。よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あちゃ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 あ。さて、来週のしゃべくりマスロー、今ね、女性、美女3人っていうのはね、お話しあったんですけども、来週は美女1人ですね、美女1人です。ですね、来週はアンサンブルウィンズの皆さん、ね、今日は村田さんにおいでいただいてますんで、どうぞ。よろしくお願いします。こんばんは、アンサンブルウィンズの村田です。よろしくお願いします。村田さん、そのアンサンブルウィンズって何ですか？はい、何ですかと言っちゃいけないね。はい、何をやるグループです。合唱好きな仲間4人で、うん、アカペラ、ピアノ伴奏なしで、各パート1人で、伴奏なし、歌を合唱をしてるグループです。うん、はい、そうすると、はい、ソプラノとかアルトとか、はい、そんな、そうですね。ね、
あるえ、うん、女性だけではないんですよ、うん、あ、男性もいるの、はい、とっても素敵なロマンスグレーの男性が2人おりますので、おじいさんだな、いえ、来週のお楽しみです。おじいさんにはまだなってないですね。とっても、はい、素敵な、はい、そうですか、はい、若い女性4人じゃないの、残念です。そうですか、残念です、まあ、残念だけど、はい、じゃあ楽しみです、はいはい、楽しみにしてください。それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。お楽しみに。頑張れ日本、元気出せ夏祭り、どこでやるんですか、どこでやるんですか、元気出せ、あ、夏祭り、あ、我々のですよ、すいません、我々の祭りですよね、こちらね、町歩きセンターなんですけど、町歩きセンターの隣のですね、元セブンイレブンのところで特設会場を作りましてね、歌とかいろいろトークショーを行います。いろんなね、歌手の皆さんとか、かなり有名な、虎徹の皆さんもね、お呼びしてやりますんで、ぜひ皆さんおいでください。これは木町のやつだよね。あ、これは木町ですかね。これは私たちのじゃないですね。私たちも、木町を向こう張ってやってますんでね、ぜひぜひおいでください。オープンスタジオ。